タラッタラッタラッタびっくりしたDon't know why これなんて言ってるでしょ。いや始まりましたというわけで本日も第2回目の名古屋出張演奏の旅過去個人事業主だからできるなあ、ね、言うと言いますけど大事だね。大事ですよ、うん。本当に毎日楽しいね。ああもう最高ですよ。びっくりした。なんか隣の車がさ、うおーって。今回はね2日追加公演もしますからね。いや本当ですよ、ギリギリやばいこれは。いやなんかさもう1日目の予約のリストを見たら、うん、やばいこれ入りきらないって。15人とかだったよね。そうだよね。あの時ってちゃんと告知したんだっけ。告知したけど僕にまだインフルエンス能力がなくて。そういうこと。そうたった2ヶ月で1万6000人ぐらいフォロワー増えた。へへへ、ケツなんだ。問題が生じるのが、うん、出口、出入り、出入りっていうか、あ、これ編集が大変だぞ。いやでね、本日こちら、リスナーさんからもらいました。あ、そうなんだ。ママドール。へえ。これね、大好きなお菓子で。うん、これ、どこの名産かわかる？福岡はわかる？通りもんですよ。こちら、福島のママドールという。僕がちっちゃい頃、親父がね、郡山に住んでた時があって。で、それの影響か、ママドールをね、おじいちゃんから食べさせてもらってからもずっと食べてる大好きなお菓子の一つです。じゃあ、おじいちゃんの味ってことですね。そうです、おじいちゃんの味。そして、僕ら大好きなアンパンマンチョコレート。僕ら…あ、好きだよ。いや、好きだよ。好きだよ。ちょっと溶けてんの。冷蔵庫ある、ここ。ロールスロイスだよ。ということで美味しくいただきます。いただきます。ではじゃあサービスエリアでまたお会いしましょう、うん、よーい。うるせえ。いただきます。うさん似てるね。まあ似てるかも。エビナってどこに書いてあるか。どこにも書いてないね。この前寄ったよ、名古屋行くとき。じゃあ3ヶ月前だ。あ、お味はいかがですか。待って。いや、うまい。わあ。いただきます。なんかこのペラペラのチャーシュー、これはこれでありやすい。ごちそうさまでした。まだね。また行こうか。え？また行こうか。もう食べよう。じゃあまた。チュリースじゃないですか。美味しいでしょこれ。めっちゃ好きなんで。大丈夫？運転変わろうか。ああ来たよ。さあ。やっぱ学校のプールみたいな色してるよね。なんか前も言わなかった。
こ行ったの。ある。こんなスペースは持ってるのか覚えたっけ。冬は夏の中は天気を満喫しました。東大八幡台国立公園。ホテルに直行します。ということで無事にホテルに着きました。ではちょっと裏側。夜ご飯きしめんでいいかな。夜ご飯なんかきしめんって昼ご飯っぽいイメージだけど。あ、そうなの。一応でもそのきしめん屋さんが5時からのスタートだった。うん、あ、そうなんだ。じゃあ夜ご飯じゃん。次に会うのはきしめん屋さんかな。食べに行きましょう。はい、ありがとうございます。全部かけてあげようか。いただきます。ごちそうさまでした。また行こうか。ええ朝です。違う、18日の朝です、うん、そうです。本番前まで寝ます。うわ、ニキビが消えないな。ハローということで、さっき最後に撮ったのが起きてすぐだったから、あ、だいぶ気合の入りが違うんだ。そうですよ、お腹すいたよ。お腹すいた？わしはお腹すいたよ。
たまにそういうおばちゃんいるよね。どう？確かに確かに確かに。めちゃくちゃお腹いっぱいになったね。眠くなってきちゃう。なんか見つけないで。あ、そうそうそう。ちょっと今、大金を運んでるから。いくら入ってる、まあ、この重さ的に、まあ、3000万ぐらい。え？3000万ぐらい。3000万。名古屋私鉄。そうですね。私鉄だ。はい、名古屋は栄に来ております。ね、バレンシアガを買いに行くんですか？あ、バタールイ・ヴィトンのボストン買うと思います。さあ、楽しんでいこうと思います。今日は、夕方からはコンサートの昨日のね続きというか、第2弾が公演されますので、幸せのパンケーキ。あれうまいの？いや、なんか幸せになれるのかな。もう十分幸せだろ。ああ、そうだった。仲良し仲良し。名古屋の栄はエアーカフェかな。エアーかな。カフェに来ましたけど、どうですか？美味しいですか？美味しい。というわけで、2公演、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。で、まあ今日は、だいたい30ちょいぐらい来たのかな。ほっとも来てくれ。まあ、なので12月からちょうど今話してたけど、決済導入システムを追加されるので、そちらから予約ができるようにしようということでございました。ということで、僕らは今ホテルから歩いて5分ぐらいのところのバーで2人でね、そう、仕事の話なりこれからの話なりを話してますけど、本当にいい名古屋公演になりました。次は多分横浜かな。そうだね、はい、横浜にお邪魔しようと思います。また次のコンサートまで楽しみですね。とりあえずお疲れ様でした。お疲れ様でした。大丈夫？酔っ払ってない？酔っ払っちゃったよ。酔っ払ってんだ。うわ、立体でございますって言ったら今1階でございます。立体でございます。何が立体？まあ、エレベーター自体は、まあ、立体っちゃ立体だ。うわ、いっぱい。もうちょっと、もうちょっとで終わる。もうちょっと、ごめん、後ろの人、マジで。